皆様、ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、モーショートイズさんから発売が予定されております、ロボテックニュージェネレーションライドアーマーでございます。今回ご紹介するこのアクションフィギュア、先ほどお話した通り発売前のサンプル品なんですけれども、普段こういったものを購入する際に利用させてもらっております、77フィギュアさんのご紹介で、メーカーのモーショートイズさんからご提供いただいた発売前のサンプル品となります。いつも本当にありがとうございます。動画概要欄の方に77フィギュアさんのトップページですとか、今回のアクションフィギュアの商品ページにリンク貼っておきますので、この動画ご覧いただいて興味のある方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。で、今しがたお話ししたロボテックニュージェネレーションとは何ぞやっていうことなんですけれども、要は日本国内でいうところのモスピーダーなんですよね。ウィキペディア情報になるんですけれども、これらのアニメが放送されていた当時、初代マクロスとサザンクロス、そしてこのモスピーダー、この3作品をアメリカの会社が権利を買い取って、で海外で放送された時に、ロボテック3部作として放送されたうちのモスピーダー部分が、このザ・ニュージェネレーションということになるようです。ですので、我々日本人から行きますと、モスピーダーっちゃモスピーダーなんですけれども、今回はロボテックということで、アクションフィギュアとして発売されたものになります。ちなみにこのライドアーマー、私も小さい頃と言いますか、かなりちびっ子だったので、モスピーダリアルタイムで見た記憶はうっすらあるんですけれども、ストーリー全く覚えてないんですよね。ただそんな中でも、このライドアーマー、バイクに乗ったライダーに、このバイクが変形してパワードスーツのように合体するというこのデザイン、めちゃくちゃ惹かれたんですよね。で、確か当時だったと思うんですけども、プラモデルが発売されてまして、ただちびっこすぎて買うことができなかったんですが、それから15年とか20年後ですかねにヤフオクの方で現物を見かけまして、実際に購入したもの、パッケージがこちらになります。この絵見て懐かしいと思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。可変ブロースペリアと書いてあります。イエロータイプとか書いてあるんですけども、正直これを聞いても何のこっちゃよく分かっておりません。で、この右側のアーマーバイクの状態から左側のライダーアーマー状態にこのプラモデルでも変形合体ができるという風で、側面が当時品の完成品の写真なんですけども、こんな感じになってまして、このバイクと、今回のこの兄ちゃんが、こんな風に変形して合体して、このライドアーマー状態になるという、当時今井さんから発売されてたものですね。それが今この令和の時代に、ロボテックとして、めちゃめちゃかっちょいいアクションフィギュアとして発売になったというのは、当時を知る者としてかなり嬉しかったりします。では早速商品の方をご紹介してまいりますけども、今ご覧いただいてますのが、正面と言いますか、裏と言いますか、こちらはアーマーバイク状態ですね。ちょっと箱がでかすぎて上下見切れちゃってますけども、この箱めちゃくちゃでかくて、凄まじく重たいです。でですね、裏側の方が、よっこいしょ。こんな感じになってまして、こちらがライドアーマー状態ですね。もうこのイラストからかっこよさがにじみ出てますよね。ちなみに側面の方は、ロボテックニュージェネレーションのロゴが書いてあるだけですので、現物の写真とかは、パッケージには載ってないですね。ではまず一旦この箱の中からこのライドアーマーのフィギュア出してみたいと思います。めちゃくちゃ箱でかい上にむちゃくちゃ重たいんですよ、ね、どっちが上だったかな、この向きでよかったかな、よいしょ。ちょっと雑音がするかもしれないので若干ミュートするかもしれません。ものすごいボリュームのアクションフィギュアとなっております。この巨大なブリスター。よいしょ。大きく上下2段ですかね、になってまして。ちょっとカメラ位置変えます。変えたからといって全体像が映ってるわけではないんですけれども。まずこの下段の方が、これがロボテックと書いたこの、思った。めちゃめちゃでかい展示ベースと、ここになんかパーツが一部入ってますね。で、メインとなります1段目の方が、こちら。バイクもそうですけれども、この横のフィギュア本体もかなり大きめのアクションフィギュアとなっております。おっさんの手と比べていただいても、もう親指と小指目いっぱい伸ばしても届かんぐらい、確か27センチぐらいなので結構大きさのボリュームとなっております。で、当然これだけではなくって、紙入れといいますか、説明書も入ってまして、それがこちらですね。ロボテックニュージェネレーション。これが先ほどもご覧いただいたアーマーバイクに乗った状態のイラストですね。中の方に参りまして、こちらですね。付属品が書いてありまして、ここからはこのメインのフィギュアの可動についての説明です。こんな部分に動きますよとか、次のページとかも、ここの部分が可動するとか、この可動の説明がずっと続いておりまして、で、次のページもそうですね。肩の部分ですとか、もうメインのフィギュアの可動がこれでもかと細かく紹介されております。肘の可動とか、脚部の可動、足も外こんなに広がりますよとかってことですね。で、こういった可動のことがずっと続いておりまして、で、ここでバイクのことですね。車輪の回転のこととか、この側面が外れるよとか、武器のことも書いてあります。で、こんな風に、
これ電池ですね。で、発光ギミックもあるようです。で、こちらも電池の取り付け方が書いてあって、で、こっからですね、変形になります。この部分を外して、ワンプに装着。この部分を外して、これ、用具ですかね、の取り付けて。で、バイクのこの部分を外して、脇腹にマウント。で、次に、こちら、バイク側面の部分を外して、これ、肩ですかね、に接続してて。で、前の部分とか、車輪の部分、こんな風に稼働させて。で、車輪の向きを変えたり。で、ここの部分のパーツを用具に取り付けて、っていうような説明が、つらつらと吸い取りまして。で、最終的にバイクを、こんな風に、車輪の位置を揃えて、このように塊にした後で、これをさらにこの軸とかアーム、ひとまとめにして、これ何ですかね、なんか噴射口みたいなものを展開してますけども、こうした状態のものを背中にマウント。で、さらにその状態でのいくつかの補足と説明も書いてますね。で、ここの展示ベースのこれ立たせ方とも書いてあります。こんなまあまあな厚みのある説明書もついております。では、まずはですね、このブリスターから取り出して、ポージングも含めていくつかとのパターン、まずはざっとご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからフィギュア本体ですとか付属品の方をご紹介してまいります。で、まずはじめに今回のフィギュアご提供いただいて、あれこれいじくってみた感想なんですけれども、めちゃくちゃ出来がいいですね。最初にご覧いただいた昔発売になったプラモデル、あれと比べてみても、プロポーションですとか、あとはバイクが変形してパワードスーツ的に合体した後の状態でもかなりバランスが取れてましたし、何よりダイキャストも含めた金属パーツが多用されている結構重いフィギュアでありながら、背中にあれだけのものを背負ってもちゃんと自立できるっていうのは素晴らしかったです。ただやはりそれだけ大きくて頑丈な構造となりますと、各関節の可動っていうのは結構固めなものですから、あれやらこれやらいじくってる間に軽く汗をかいてしまいました。では付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずは展示ベースと言いましても、物がでかすぎて今ここには置いてありません。現物がこちらですね。このプレートになります。おっさんが手のひらを乗せるとこのぐらいのサイズ感となっておりまして、かなり大きいのをお分かりいただけると思います。で、これ表面につきましてこれ鉄製になっておりまして、横に置いてますこのベースですね、この裏側、この切らってるところ4箇所、これネオジム磁石かな、がはまってまして、これをこんな風にパチッとくっつけることができます。かなりガチリと固定されております。で、この磁石なんですけども、今ご覧いただいたベースだけではなくって、このフィギュア本体の足の裏にも、こちらですね、こんな風に4箇所磁石が組み込まれてまして、こんな風にパチッと貼り付けて、で、これがですね、かなり強力で、こんな斜めな状態にしても落ちてこないと、かなり強力に吸着しますので、足裏さえ両足ついていれば、多少無理なポージングでもきっちりと自立させることができるベースとなっております。で、この軸の方ですね、まあ、根元はいいとしまして、この先端のこの専用のパーツの部分、
この結構凝ってまして、まずこのクリアパーツ全体のここの位置ですね、ここネジになってまして、これ緩めることによってこの軸の位置ですね、この高さをこんな風に下げることができるようになっております。で、先端につきましてもここにピンがありまして、今これ固定されてるんですけども、このピンを押し込むことによってここがこう自由に角度が変わる。で、特定の位置でまたピンを押し込んできっちりと固定できる。まあさすがに今回のように大目フィギュアですので、こういったがっちりと固定できるもので宙に浮いた状態でも飾ることができるというのは素晴らしい仕様だと思います。次に交換パーツと言いましても、ハンドパーツですね。今本体につけてるのがグッと握った握り手、それ以外に4種類。まず左の方から、こちらが指の揃った感じの開き手。結構大きさもありますよね。こちら左右一対と。次にこちらが指の間の感覚が広がっている、まあ、パーみたいな開き手ですね。こちら左右一対。次にこちらが結構芸駒だなと思ったのが、これバイクのグリップ持ち手ですね。人差し指と中指はブレーキのレバーにかかっている、こうこれキュッキュッてかけれるような、そんなような結構表情のあるハンドパーツとなっております。で、最後こちらが銃持ち手、ライフル持ち手ですね。まあついでなんで銃持たせますけども、これが今回の専用の武器ライフルですね。このグリップの部分ちゃんとこのトリガーに指がかかるようになってますので、ここの部分、まあ、PVC 製なんでちょっとこうやって無理やりネジネジとやると、こんな風にぴったりと指のところトリガーに指がかかってかっこよくきっちり持たすことができます。あ、で、そうそう、今回のフィギュアなんですけれども、このバイクのヘッドライト的なところですとか、このウィンカーっぽいところ、本来は電池を入れて LED で発光させることができます。ただ、電池がかなり小さくて、正確な仕様がわからなかったので、今回電池入れてません。それとは非常に申し訳ないんですけれども、実際に電池を入れた時のオンオフについては、このライフルの先端部分、ここに磁石が入ってまして、過去にご紹介したフィギュアとかにもありましたけども、この磁石を近づけると点灯、もう一回近づけると消灯という、そういったギミックとなっております。で、これがついでにご紹介してます、ライフルですね。今このグリップの部分、ハンドパーツで持たせましたけども、このグリップにつきましては、この状態からこんな風に格納させることもできます。では、ライドアーマー、フィギュア本体の方をまず先にご紹介してまいります。手を取りますと、こんな具合になってまして、かなり大きいんですよね。ざっくり定規で測った感じですと、やっぱり27センチほどあります。ダイキャストも対応されてますので、かなりこうずしっとした重みがあります。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいります。まずは頭部はこんな感じになっておりまして、これバイザーで覆われてますけども、先ほどご覧いただいたように、このバイザー開けることができます。まずこの顎の部分のこのパーツですね。これを下に下げまして、こうすることによってロック外れて、この部分がカパッと開いて、中のお兄さんのイケメンのお顔がこんな風に見ることができるようになっております。もともとのアニメが日本製のアニメだったせいもありまして、そちらを踏襲されているのか、西洋ではなくて東洋人のやっぱり顔つきになってますよね。で、またバイザーを閉じて、この顎の部分でカチャッとロックをして、で、頭部の可動は頭部側と首の付ける2箇所に、こんな風にボールジョイントの可動があります。で、首の可動の時に中の部分もこんなスライドギミックがあって、かなりリアルで柔軟な可動ができるようになっております。で、次に肩腕周り。肩については、まあ、軸接続のみですね。で、この肩アーマー部分については、クランク接続になってまして、こんな風に外側に避けておくことができます。こうすることによって、腕は、まあ、ほぼ水平までですね、で、ぐる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 回したり、水分もちょうどいいので、好きな角度で固定することができます。で、腕そのものの、ここの部分にロールもありまして、肘については関節、二重関節です。ぐいっと曲げれば、こんな感じで、結構ごつい腕なんですけども、可動範囲は十分だと思います。で、手首はボールジョイントではあるんですけれども、この手首側のボールジョイントとこの土台の黒いパーツ、2箇所に可動がありまして、手首だけではなくて、この土台ごとこんな風に可動させることができるので、手首の可動域というのは、ボールジョイントとはいえ、結構この内側とか外側、大きく可動させることができます。で、次に胴体周りですね。ここについても結構細かい可動がたくさんあったりします。まず、基本的な可動はこの胸部のところで前後左右の可動とか、左右の傾きもあるんですけれども、前後の可動の時ですね、背中から見ると、ここの部分なんですけども、前鏡にさせますと、この部分がこんな風に、ジャキッと上下にスライドして伸びるギミックがあります。中に金属パーツとか、メッキ塗装されたパーツがありますので、どことなくサイボーグ感もあってかっこいいんですよね。で、また元に戻しますと、こんな風に、ピタッとこの辺がくっつくというような構造になっております。で、ウエスト部分にもボールジョイントの可動があるっぽいです。まあ、物が硬くてでかいので、多分そうなんだろうってとこなんですけれども。で、あとは当然、ここの部分でロールもできます。まあ、一瞬ぐるっとは無理なんですけども、まあ、十分な可動範囲だと思います。で、次に股関節、足回り。股関節については、この状態だけではなくて、ここから、こんな風に、かなり大きく下に引き下げることができます。こうすることによって、足は、前が90度、かなり重い足ですけども、ぴったり止まります。で、後ろとか、ちょっと腕を避けておきますと、横方向についても、
ほぼ水平まで足を上げることができます。かなり柔軟ですよね。で、ここの部分で内外のロールもありますので、かっこよくハの字立ちをさせることも可能です。で、膝については二重関節。で、まず、膝を曲げた時にこの太ももの部分ですね、こうこんな風にスライドして降りてくるギミックがあります。で、さらに膝を曲げますと、今度は、ここの部分ですね、ぐいっと曲がって、まあ、正座は無理ですけども、かなり大きく、先ほどもご覧いただいた片膝立ちとか、そんなことも可能となっております。ここの部分も中身が見えるだけではなくて、こういったレリーフが施された赤いパーツで構成されております。で、また足をまっすぐ伸ばすと、こんな風に、ピタッとこの字で止まります。で、最後、足首。ここもかなり凝ってます。足の前側と後ろ側に、これはサスペンションがあるんですけども、これが足首の可動と連動しております。まず、つま先の部分。下げますと、ここの部分が、こんな風に伸びます。で、当然ですけれども、かかとの部分、下げてつま先上げますと、今度こっち側の部分が、こんな風に伸びるギミックがあります。まあ、本来、もうスピードのこのライドアーマーっていうのは、人間が着てるっていう設定でありますけども、まあ、この辺のサスペンションについては、より戦闘力を高めるための補助的な動力がここに使われてるんだなっていう、そんな風な妄想まではかどるぐらいかっこいいデザインですよね。で、ここのくるぶし周りのこのパーツっていうのは前側でボール状と接続になってまして、で多少こんな風に独立して稼働させることができます。で、足裏はつま先の部分だけで独立して稼働もしますし、全体でかなり硬いんですけども、この内外の傾きもありますので、足を大きく開いてもぴったり設置して立たすことができます。もう今これご紹介していて軽く汗ばんでおりますけども、まあ、そのぐらい重さもありますし稼働も硬いんですけれども、このサイズ感のフィギュアであればそうならざるを得ないのかなと。重量、サイズともに非常に満足度の高いデッキとなっております。では、この相棒というか合体するバイクの方をご紹介しつつ、ライドアーマー形態ですね、の方もやっていきたいと思います。で、そのバイクがこちらなんですけれども、まあ、正直思っているこの長さがそれほどないバイクって感じですね。ですので、先ほどもバイクに乗った状態っていうのをターンテーブルで2パターンほどご覧いただきましたけども、まあ実際乗って疾走しているポージングというよりも、片足をついてかっこよくポーズを決めている、あっちの方が似合う気がしますね。で、今ちょっと畳んでますけども、ここの部分に足を乗せる、こんなにステップが左右それぞれ起こして出すことができるようになっております。で、こちら、当然バイクキットなので車輪が回るんですけども、これですね、くるくる回ります。ただこの、この走行できるこのタイヤのくるくる具合っていうのが、そんなにこう滑らかじゃない、シャーシャー行くわけではないんですけども、いざ実際にこういったバイクフィギュアのライダーを乗せて飾るとなった場合に、あまりにもスムーズに回るよりも、今回のフィギュアのように、ある程度この周りが硬い方のが、いざ乗せて飾っておくってことを考えると、多少硬い方のが飾りやすくていいなっていうのを今回のキットで改めて実感しました。ではいよいよここからライドアーマーの方をやっていきます。とはいえ、私も撮影前に2、3往復ぐらいやってみたんですけれども、結構手順が多くて覚えきれるものではなかったものですから、今画面外のこの左下あたりにですね、マニュアルを置いてカンニングしながら実際に手順の方をご紹介していきたいと思います。まずはこのバイクの前の、ここの部分ですね、このパーツ、このキャノン砲みたいなもの、これを外します。これ左右ともに外すんですけども、片側だけやります。外した上で中にあります、この四角のピンと、この丸いピンがあるんですけども、この丸いピンの方をこちらの方に手前に起こしておいて、四角いピンをこちらに収納。で、この丸いピンの状態のものを本体のこの腕の側面ですね、ここの部分にピン穴がありますので、ここにこの向きで接続、反対側の腕も同じようにやっておきます。次にバイク本体のここのリアフォークってどこでしょうか、この部分を外します。まずこちら側、前と後ろ2箇所止まっているので、前はボールジョイント、後ろはこういった四角いジョイントになっているので、これを外しまして、反対側も同じようにここの部分、こちら外しておきます。これ長さが違って見えますけれども、実は共にですね、ここの部分、このように伸縮させることができるようになっております。ただまあ今回はこの縮んだ状態で使うので、伸ばしている方も一旦縮めまして、で内側の方、ここにボールジョイントのピンがあるので、これを起こしておきまして、で、これを上のちっちゃいボールジョイントと下のボールジョイント、これを本体のウエストの横にあります。ここの穴とここの穴ですね、それぞれこの上のボールジョイントと下のボールジョイント、この位置で合わせて上側と下側それぞれ接続しておきます。この時に可動が制限されるんじゃないかと思うかもしれないんですけども、ここの部分伸びますからね、実はそれほど問題なくこういったごっついものがついても可動させることができます。で、反対側の太ももの部分も同じように取り付けておきます。次にバイクのここの部分のこのコの字型のパーツですね、これを外しておきます。
反対側も同じように外しまして、これ内側にですね LR というふうに刻印があるんですけども、これをこの脇腹のところに装着します。でこれ R って書いてあるので右脇腹かと思ったんですけど、ではなくって正面から見て右側ってことなので左側ですね。ここの部分、この部分の穴とここのスリットに合わせてこれをここの部分で装着、反対側も同じようにここの部分に差し込んで装着しておきます。これで脇の下にこういったガンメタっぽいシルバーパーツがついたので、ちょっと胸周りがマッシブというかちょっとごつくなったなっていう、そんな感じにここになりましたよね。で次にこれ結構私苦労したんですけども、ここのバイクのグリップの前のここの部分ですね、ヘッドライト的なもの、これここの部分から引き抜いて外すんですけども、反対側とやること同じなので片側だけでやります。これを取り外すとこのような形状しておりまして、ここにメタル製のパーツが2本あります。今片方だけ起きてまして、もう片方も起こすことができるんですけども、これは左右それぞれどっち側を取り付けるかっていう時に、例えばこのパーツ向かってこの右側ですね取り付ける時には上のこの金属パーツを起こして、反対側に取り付ける時にはこの上側の金属パーツを起こすという風で、ちょうど対称な構造になっているのでこれ2本とも付いてます。でこれを肩に取り付ける時にはこれを2本とも内側に折りたたんでおいて、でこれを肩に取り付ける時にこの肩幅部分ですね、この部分ちょっと起こしておきますと、上のパネル下にこんな風にスライドさせると2個穴が出てきます。ここの部分にこのショルダーアーマーを上から接続しておきます。実はここの穴に刺すときですね、めちゃくちゃ穴がきつくて、私のこのフィギュアの場合実はこの穴の部分デザインナイフでちょっと削ってクリアランスを設けました。で反対側の方も同様に取り付けます。では次にバイクの方でこの前のこのヘッドライト的な部分ですね、ここを引っ張ってここから外しておきます。で次にこれを取り付ける前にこの前のこのシリンダーの部分ですね、これを引っ張って左右それぞれここの部分外しておいて、ちょっと上の方に邪魔になるのでそれぞれ上げておきます。そうしましたらこの前輪ですね、前輪をここの部分で後ろ側に180度向きを変えて、ここのピン穴とピンをですね合わせてここの部分でパチッとはめ込んでおきます。まあ要はこれはここのパーツを外すときに邪魔なんで一旦どけたってことになります。でまずここの下のこのパーツを外して、これはこの左右の部分を展開してこの股間の部分ですね、ここに前からこんな風にカチッと取り付けておきます。次にその上のこのグリーンのパーツ、これを手前側に引っ張って外すとこんな形で出ますので、これをこの部分を下に下げて一旦このままにしておきます。でこれに取り付けるのが先ほど出したここのヘッドライト的な部分ですね、真ん中で分割できますので真ん中で左右それぞれパーツを外して分割しておいて、でこの部分ですね、これ反転させることができるので、今こういった2個のランプ的なものだったものをくるっと回してこの黄色いパーツが手前に来るように、でここの部分のメタルパーツを中にこんな風に折りたたんでおきます。反対側も同じようにここの部分をくるっと回してメタルパーツを押し込んで、でこの状態まで来ましたら先ほどのこのパーツですねのここの突起の部分とこっちの穴の部分を合わせてここに差し込んで、反対側逆ですね、こっち側の穴とこの突起をここに差し込んで、でここの平べったいところなんですけども、これを胸部のこの真ん中のこの六角形のパーツ下に下げると隙間が出てきますので、ちょっと肩干渉しないように少し置けておいて、正面からここの部分にこの平べったい板をですねここの穴のところに合わせてここに装着、なんかこれがつくともうスピーダーらしさが出てきたなって個人的に思うんですよね。で本体にあれこれ細かくつくっていうのは実はここまでで、ここからはですねこのバイクの残ったもののゴリゴリの変形の手順に入ってきます。まずは今しがた前輪を後ろにしましたけど、今度は後輪を同じように前側に展開させてここのピンのところで前側に固定、そうしましたらここは結構ダイナミックな変形なんですけども、この座面とこの後ろの部分ですね、これ前に押しますとこの後ろの部分がこんな風に縮みます。でさらにこれを斜め下に押し込みますとここがこんな風に下に下げることができるようになっております。次にこのスタンド部分を一旦この真ん中の部分に格納しておいて、次にこのハンドルを内側にこんな風に畳んでおきます。で次にこの車輪ですね、前輪だったものが後輪になったもの、ね、ちょっと妙ですけども、ここの部分クリックがあるんですけども、これでこんな風に上の方にだいたいこんな位置まで上げておきます。反対側の車輪も同様ですね、同じようにちょっとこれ浮かしておいてハンドルと干渉しないようにクリッと回して
同じような位置に持ってきておきます。そうしましたら、ここのちっちゃいこのクリアパーツの部分を下に押し込んで、前を押し込んで、これ全体をさらに押し込んで、こんな風に収納しておきます。次にこのバイクでいうガソリンタンクの部分、これ全体を上にこんな風にクリックがありますので、目いっぱい上げておきます。そうしましたら、このゴールドのパーツですねの先端部分、内側に四角い突起があるので、それをここの四角穴ですね、ここまで持ってきて、なんとなくの位置でこれを接続しておきます。これをですね、厳密にこの角度っていう説明がはっきりしてないので、まあ、なんとなく刺さる位置まで持ってくればいいかなっていう感じで、先ほどもここに接続しておきました。反対側も同じように下に下げていって、ここの四角とここの四角い突起ですねを合わせて、ここの部分でなんとなく位置が合うように調整していって接続。次にこのハンドル、これちょっと邪魔なので、下にこんな風に下ろして置いておきます。反対側も同様ですね。こんな風にちょっと合体の時の干渉を避ける感じで下ろしておきます。次にここの部分に本体接続するためのぶっといピンがあるので、これを引っ張って手前側にこの部分を起こしておきます。で、最後になりますけども、ここの車輪の真ん中の部分ですね。これをこの位置から引っ張り出すことができまして、引っ張り出して、この上の部分、斜めに角度を変えて、上側のパネルと中にある下側のパネルを展開。で、これ全体回すことができるので、これちょうどスラスターになるんですけども、これを下向きになるように、まあ、なんとなくの角度で、この上のポッチとここの突起が合うぐらいに、私は角度を調整しています。反対側も同じように、引っ張り出して、上を斜めにして、上側のパネルと、下側のパネルを開いて、で、これ全体をぐるーっと回して、同じような角度にしておきます。で、いよいよこれを背中にマウントすることになります。ここの部分をピンを接続するんですけど、あ、これちょっと収納するの忘れてましたね。収納して。で、本体側なんですけども、今のままだとピン穴がないので、背中の真ん中のこのグレーのパーツですね。これを外すと中に四角いピン穴が出てきますので、ここの部分にこれを、ここですね。差し込んで、で差し込むときに、ここの部分乾燥するように見えるんですけども、これ実はこのようにバネ構造で引っ込みますので、ここの部分に後ろの方から思いっきりグイッと押し込んで、これであとちょっとこのままだと自立が難しいので、少し足を前目にしてポーズを整えてあげれば、これでライドアーマー状態の変形完了になります。いや、説明書見ながらでちょっとたどたどしい説明で申し訳なかったんですけれども、とはいえモスピーダーのあのライドアーマー、バイクのタイヤが背中に来ているというあの特徴的なデザイン、あとはなんといってもこの胸部のここのこの形状っていうのがモスピーダーライドアーマーらしさが出てるんじゃないかななんて思います。で、こんなでっかいも背負ってますけど、まあ、若干前のめりとはいえ自立ができるバランスっていうのも素晴らしいですよね。ちょっと細かいところとか微調整させていただいて、で足も少しこんな風にハの字立ちに、結局太ももの側面にパーツつきましたけども、ボールジョント接続な上に伸縮もしますので、あんまりポージングの妨げにならないっていうのもいいですよね。で、こんな風に手とかもガッチリとかっちょいポージングを取らせば、ちょっとでかすぎて画角入りきってないのが申し訳ないところなんですけれども、少しカメラ下げて角度変えれば、どうにか画角に全身が入るって感じですね。おっさんの手と比べていただいても、このかなりの大きさがお分かりいただけると思います。改めてぐるっと見ていただきますと、後ろの方とかも、このバイクのタイヤをそのまま背負ってるっていうこのデザイン、座面とかエンジン周り丸ごと背負ってますからね、かなりのボリュームなんですけれども、それでもこのパワードスーツ感がきちんと演出されてるっていうのは、やはりこのモスピーダーロボテックニュージェネレーションならではの素晴らしさだと思います。で、あと一個ギミックがありまして、それがこのワンブのこのキャノン部分ですね。これこの長さ固定ではなくって、引っ張ると若干ですけども、この先端部分伸ばすことができます。そんなベラボに長くなるわけではないんですけども、要はこの伸ばした状態が言うなれば、このワンブキャノンの発射形態ってとこですかね。その時にここの側面の部分もこんな風に後ろに向きを変えておいて、これで先ほども構えて撃つみたいなポージングを取らせていました。いや、もうこの変形の手順がかなり難しくて、説明書見ながらですけども、ちょっとたどたどしくて、どこまでこのフィギュアの魅力を伝えることができたのか不安ではありますけれども、大きさといい、可動範囲といい、そして部分部分取り外してくっつけるっていう風な作業ではありましたけれども、背中のピン穴を塞いでいた蓋を取り外す以外は余剰パーツもなしで、アーマーバイク状態からライドアーマー状態、きっちり変形合体ができたのは本当に素晴らしかったと思います。そしてこのプロポーションの良さ、この出来栄えは本当に素晴らしかったと思います。ロボテックニュージェネレーションモスピーダー
ライドアーマーはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたロボテックニュージェネレーションライドアーマー、いかがでしたでしょうか。改めての感想になるんですけども、本当素晴らしいフィギュアでしたね。個人的には原作とも言うべきモスピーダー、うっすらとした記憶しか残ってないんですけども見たことがあって、でその中で変形機構が気になって20年ぐらい経った時にプラモデルまで買ってその構造を知りたいと思っていたこのライドアーマーが、ここまでの高い完成度のアクションフィギュアとしてこの令和の時代に発売されるっていうのは本当素晴らしいですよね。結構細々とバイクの方からパーツを外して本体に取り付けるという、まあこれは原作通りなのかもしれないんですけれども、そういった多少の手間があるとはいえ、余剰パーツなしで、しかもこんなでかいものを背負っていながら自立できる状態で変形が完了するっていうのも、いくら展示ベースがついているとはいえ、やはりこういったアクションフィギュアっていうのは、合体前合体後いずれの状態でも、やはり基本姿勢で自立ができるっていうのは、個人的には絶対あってほしい要素なので、それが実現できるっていうのも嬉しかった点です。本体の稼働につきましても、ダイキャストを多用した非常に頑丈な作りをしているので、まあ稼働が硬いっていうのはまあ仕方がないとはいえ、結構思い切ってガシガシ遊べるっていうのも嬉しいところですね。で、冒頭にもお話ししました通り、今回のこのアクションフィギュア、発売前のサンプル品をご提供いただいたので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。同じ商品、いろんなショッピングサイトさんの方で現時点で予約をしているところ、ちらほら見かけますし、お値段も確認することができるんですけれども、これだけのクオリティですからね、まあまあいいお値段をします。ただそうであることを加味しても、この出来の良さっていうのは、一人でも多くの方に、特にモスピーダーを知ってる方には、実際に手に取って実感してほしいなというふうに思わせるだけの、そんな素晴らしさが今回のアクションフィギュアにはありました。モスピーダーが懐かしいなと思われる方ですとか、バイクがパワードスーツ状態になってライダーと合体する、そのギミックにグッと惹かれた方は、ぜひ概要欄のリンクの方をチェックしていただいて、このモスピーダーのライドアーマー、ぜひご予約の方されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。